沢本頼雄を11月15日から1965年6月29日は、日本の海軍軍人。海軍兵学校36期、海軍大学校17期。最終階級は、海軍大将。山口県出身。兵学校の同期生に、南雲忠和大将、清水輝美中将、塚原243大将、有栖川宮田人大将意などがいる。 海兵を、自席、恩師で卒業。主席は、同郷の佐藤一郎。沢本は、海軍法術学校高等科を修了した、法術専攻士官である。少佐時代には2年間英国に駐在した。慶順、天竜艦長、軍務局一課長、従順、高尾艦長、戦艦、日向艦長、艦政本部総務部長、練習艦隊司令官、 第二次開艦隊司令長官などを歴任し、1941年4月4日、及川小四郎海軍大臣の海軍次官に就任する。沢本は日米海戦に対しては反対だったが、戦争回避のための行動については、消極的でほとんど行動はしていない。第三次、この内閣が総辞職し、東条内閣が成立する際に、及川小四郎は公認の解消として、 豊田総ソエムを推薦した。しかし、豊田の陸軍嫌いは、陸軍側に周知のことであり、陸軍は当然として、これを拒否。沢本はこれを後期として、内閣の流産を期待したが、結局、島田茂太郎が、解消に就任した。日米海戦の決定についても、時間として、海戦は承服しかねる。自信がないので、時間をやめさせてほしいと島田に頼むが、 島田が沢本の対象昇進と連合艦隊司令長官への補食をちらつかせたために本意する。これに関しては沢本も後年非常に悔いていた。沢本は結局海軍次官に泊まり、1944年3月1日に大正昇進で軍事参議官兼海軍次官事務取扱いになり、同年7月17日にクレ・ジン司令長官、 1945年5月1日に軍事参議官となり、そのまま終戦を迎えた。戦後は1955年9月24日に防衛庁顧問に就任したほか、水公会会長を務めた。ありがとうございます。